これ、いや、もうちょっと管理した方がいいのよ、リア管理。自分のお金ぐらい管理した方がいい。どんぐらい管理した方がいい。自分の命ぐらい管理。ねえ、なんでチョウザメ来てんの？チョウザメやめてくださいねって言いましたよね。シカロール。完璧で究極のイカロール。マジで相手うますうます。あれ倒せないのか。いや、バスやばす。コニキャッシュタです。いや、ステージがさ、ちょっと超ザメマジで嫌だ。行った時から来た。超ザメさ、さっき朝やってたんだけどさ、超ザメはマジで無理だった。俺、超ザメ苦手なんだよ。まあ、ヘッジしないことが一番だからね。で、明日285ぐらい行けたらいいんじゃないかな。まあ、とりあえず生存とね、対面強くなれば、ある程度はいけると、信じてます。あって。あ、もう最初の方めっちゃ28喜んでたよね。あれ、当たってないの？ほぼ必ず1キル持ってく男、シュート。よし、今ちょっとラグかった、味方の人。なんか今急に上から出た気がするかも。おお、当たった。多分登ってくると思うかな。いや、ノックアウトしちゃいたい。あ、たらもう28もある程度いけるようになってきた。甲子園では1回、甲子園で1回はワイパー作ってみせるわ。10波だけで。それ届かないの？ここは、はい、落ちてったし。え、タイミングが。いや、あとね、こんなね、3000いかないとこんな弱体化されていける、優勝できるわけないもん。オッケー、1キル。のサブはね、クイボにライム、あ、クイボ、クイボ雨降らし来てほしい。クイボ雨降らし、めっちゃ強そう。いける。ノックアウトして、オッケー、ナイス、勝った。ねえ、おはよう。これね、多分エリア一番クゲ型勝てるよ。クゲはロイツさんのところに入るの難しいんだよな。めっちゃそうそう。ただ俺ね、なんか優先してもらってるけどさ、入れたら入りますって言っただけで、優先だとなんかさ、ちょっとあれじゃん、なんか入れない人もいるじゃん。
だから普通に、優先なしで単純に、単純に自分の力で入ろうかなって思ってる。次からは。そう、ツイッターじゃなくて自分で入りますみたいなこと言って。ただね、単純に X マッチ限定だから、よかったら、X マッチ限定じゃないと全然入れないんだよ。はい、1キル。え、うまっ。多分、後ろに、リッター狙ってるから、これリッター倒しに行く。あー、これ無理だ。え、あそこバレるってこいなかった、バレるいなかったら、別にワンちゃん行けたけど。お、ミニーだから。いやー、こっち、落ちてる武器が、濡れる武器が落ちてる。濡れる武器落ちたらマジで最悪だから、なるべくやられないようにしたい。これは。誰？先発刺さるかな？いや。潜伏潜伏。あ。分かってたの？気にすんなルーティン。今の分かってたのすごくね。いや、ちょっと顔出すとリッターにすぐ抜かれちゃうから気をつけよう。抜かれるのだけは絶対。これエリアもうちょっと管理した方がいいのよ。エリア管理、自分のお金ぐらい管理した方がいい。どんぐらい管理した方がいい？これバレてる？あ、あ、バレてたのかな？これ。どっちだったんだろう？結局。あれ、音でバレたのかなと思ったけど、バレてないのかもなと思ったけど、ちょっと、しぶきでもバレちゃった。ちょっと、ジェッパでデッサンを気をつけ。あ、自分の命ぐらい管理。確かに。ね、待って、バレるか。これちょっとバレるいないところで吐かないとダメだな。これすぐかわされちゃう。ただバレること倒しに行こうとすると顔出て、あー、もうバレル自体を狙うのもありだな。バレてるから。え、なんで落ちた。あれ、俺一回状態になった。そっか、金網のとこ飛んなすぎて一回状態だと落ちること忘れてたわ。花網の上飛ばなすぎて。はい、2キルで勝ち。28ぐらいの部屋が一番勝ちやすいって言ってラミさんが言ったけど、本当だわ。見て、目の色変えた。青色っていうか水色。五条悟みたいな目してるし。五条悟みたいな目。
ここのステージは絶対勝ちたいね。マジで？そう、最強の目だよ。ジェッパ対決しようかい。はい、勝ち。勝ち。ジェッパ対決は勝てます。エリアでラピデコ。え？特殊はさすがに当たってくれよ。十波対決はさすがに勝てます。さすがに十波対決は勝つよ。いや、あそこのカニ、あのタイミングでのカニ、うわー、バリアが消えへん。うまっ。いや、スクイックいる。あのスクイック強っ。ブレコのあの一回ここで、うまっ。はい、マジでやばすぎる。射程的には勝ってるから、ラピエにちょっと X 倒してもらいたいけど、全部の射程において俺が一番倒しやすいと思うんだよな。X にも射程勝ってるし、とりあえずここリードして、いやー、そこやられないでほしい。うわっ、いや、そこはナイスのタイミングじゃないな、ちょっと。いや、あのスクイックがえぐい。マジで。おかしいよ、あのスクイックは。絶対当たってる。ナイス、ナイス、その吸引機。これで塗り広げたい。いや、スクイックとりあえず倒したいな、スクイック。リードできなかった、最悪。何打たせたくない。そういうおかしいじゃない。強すぎておかしいっていう意味。どんだけ強いねんとか。エイム良すぎのこと。うわ、ちょっ、ナイス、これエリア、エリア見てくれ、エリア。うわー、ちょっとやばいやばいよこれ。濡れには思ったけど、こっちの編成そう、カニ入ってくるのまずいな。ちょ、待って、このスクイック。待って、あの人。待って。ぬりん、こっちの編成今思ったけど。いやー、相手の編成濡れすぎだろ、これ。ねえ、なんでチョウザメ来てんの？チョウザメやめてくださいねって言いましたよね。よし、行くぜ。よっしゃ。
ジム右、ジム右、スパス、スパッタリ正面。なんでそんなところから来るの？ひょっこりはんしないで。あ、マジでひょっこりはんしないでくださいね。おごろみんだった。マジで超ゾンビ釘。あ、そうだ、これ終わったらメモリープレイヤー見せて、見させて。ほいほい、よし、キルしたぜ。え、うま、うま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 っす、うまっす、うまっす、いや、うまっす、うまっす。マジでこれやられたら、とりあえずエリア取って、やばい、とりあえずエリア取り、取ろうって思ったらやりたい。あ、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 あぶれ、あぶれ、あぶれ、あ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 、待って、ジム濡れすぎでしょ。あぶれー。マイザンさんの役、あ、違う、あ、そうだよ、うます、うます。誰だよ。よし、やられた、やばい、やばい、やばい。おっと、言葉には気をつけて。誰だてめえ。あぶれ、死ぬぞ。あ、死ぬじゃない。言葉には気をつけて。ふんがりじゅわん。はい。相手うますうます。うまざます。あぶね。よし、うますうます。あ、これやばい。よし、イカロール。完璧で究極のイカロール。呪文でーす。コト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 、隣のと、隣の金、隣のおばあさん、リンリン。あぶね、マジでちょっと、もう腰が抜けちゃうわ、腰が抜けちゃうよ、本当に怖すぎ、リッター怖すぎて腰が抜けちゃう。待って、座ったり怖い。待って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 、スパッタリしたか。待って待って、終わってない、これは。うん、マジで相手うますうます。え、あれ倒せないのか、やばすやばす。体力多すます。体力多すます。なんだよ、せっかくなんかさ、イカ状態になったのに。はい、炭酸と、炭酸とトーピードぶつけて攻撃すると、やばい、相手うまうす。もうびっくりした。あ、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 もうやばい、もうチョウザメ勝てない。歌う前から歌つみた出したら嫌だよ。いや、俺歌嫌だよ、嫌だよ、嫌だよ。ひとくんのおかげでクーゲルの立ち回りや曲者が上手くなりました。ありがとうございます。いえ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 、当たり前のことをしたまでです。チャンネル登録をして通知をオンにすれば、配信動画やライブ配信のお知らせが届きますので。
見逃すことがありません。ぜひすべての通知をオンにしてくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。